はい、皆さんこんにちは。今回は聞かされた有名人の方についてです。で、実業家の方ということで、紹介させていただきます。日本の富裕層はですね、商社金融や、パチンコ業界の方々で占められていると聞きますが、まあそういう富裕層の方々がですね、実際どうなのかを確認していきたいと思います。芸能人や政治家だけでなく、こちらの方の、まあ、もう一緒に並行して確認していきたいと思います。で、今回はこちらの方ですね。大城慶三さんということで、日本の実業家、大和商事株式会社社長、また日本中央競馬会 JRA と地方競馬の方の馬主でいらっしゃいます。主な商用馬ということで、大和メジャー、大和エルシエロ、大和スカーレット、大和ワイルドボア、大和マッジョーレと、大和とつく馬を所有されております馬主でもあります。で、こちらの方ですね、在日朝鮮人で本名はジョ・カイチュー、ジョさんですね。多額の送金が認められ、韓国政府から国民勲章を贈られているほどのミンダナオものです。で、また長男の息子が在日韓国商工会議所の副会長、ジョ・ショウイチさんであります。で、こちらですね、大城慶三さんの写真です。これ右側のこの方です。今年の写真で、まあ、95歳だということですが、まだまだお元気そうです。で、大城慶三さんが起業された、大和商事です。大和商事は千葉県習志野市津田沼に本社を置く企業です。ということで、千葉県を中心に発展展開しております企業です。で、パチンコですね。パチンコ業界、パチンコから始まった会社です。で、今は飲食店なども他の業種の方も行っております。で、これらをこの OK グループと。大城慶三さんのイニシャルじゃないかと考えられます。で、こちらが長男のジョ・ショウイチさんですね。ウィキペディアの方にもありました。息子が在日韓国商工会議所の副会長ということで、こちらも大物の方です。で、現在は、次男の方の、大城慶三さんが会長で、次男の方の大城正俊さんが社長を務めておられます。で、千葉県を中心に展開しております。で、こちらが現在の社長ですね。パチンコ業界で発展始めた会社です。現在はフードビジネス、書籍なども事業拡大して現在に至っておりますと。OK グループの大和商事株式会社ということで、まあ、ゲームセンターなども手掛けておりまして、あとフードビジネス。で、他に関連会社がありまして、大和エンタープライズ株式会社、大和フード株式会社、日光土地株式会社。ということで、他の関連会社も同じく現在の大城正俊さんが、社長を務めておられます。こちらの津田沼駅に連結しておりますビルですね、OK グループのビルがありましたので、一例として紹介いたします。で、現在の大城正俊さんは、千葉県遊戯業協同組合の理事長でもいらっしゃいまして、ですね、7期勤めておられたそうです。で、東方神起が秘訣伝授ということで、韓国の森進一、韓国で歌謡王と呼ばれる国民的歌手、テ・ジナさんが、ソウル市内のホテルで記者会見し、日本デビューを果たしたと。で、日本でデビューした時の、所属した事務所が、馬主でもあります、大和の大城正一社長、現代の先代ですね、長男の方が社長だった時に、新設した事務所の所属に、なっておられまして、芸能界の方もですね、進出してるということでしょうか。いろいろ幅広く拡張を続けております OK グループです。で、現在の、失礼しました。こちらですね。大城正俊さんが帰化しておりまして、こちらの方、官報で確認いたしました。
平成7年12月21日の刊本に載っておりました。で、こちら電子版で、ですね、千葉県市川市ということで、城正弘さん、大城正俊さん、失礼しました。大城正俊さんなんですけど、もともとの大城健太さんも城さんですので、城正俊さんということで、の名前から聞かせておりまして、で、まあ、大城正俊さんということで、まあ、こちらは、通名なんでしょうか。確かに、官報に載っておりましたので、帰化されたことが、確認できました。で、これで、こちらのですね、OK グループの方について、確認することができました。今までもそうなんですけど、社長を務めておられます方は、帰化された方が大変多いところで、我々と、税金のかかり具合とかが違うんじゃないかと感じるところでありますが、今後そういうところも確認できれば、いいかと思っております。今回は以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。